新入生の皆さん、こんにちは。ご入学おめでとうございます。皆さんは研究会やサークルに興味はありますか？今日は皆さんに知的所有権法研究会の魅力を紹介したいと思います。知的財産権は著作権や特許権が有名ですが、他にも意匠権や商標権などもあります。皆さんの生活にも関係のある法律で楽しく学ぶことができます。創立49年で歴史も古く、日本の大学の中でも知的所有権法を研究している研究会は数少ないです。多くのイベント活動があり、中でも特に楽しいイベントは春と夏に行く合宿です。それでは去年の夏合宿について紹介していきます。2017年度の夏合宿は香川に訪れました。レクリエーションの一環としてうどん作りをしました。レクリエーションもうどん作りだけでなく、バーベキュー等みんなで楽しく盛り上がれるような活動もしています。レクリエーションだけでなく、研究したものをみんなに見てもらい、お互いの研究の質を上げていきます。ぜひ興味を持った方は部室まで遊びに来てください。話は以上となります。皆さんに会えることを楽しみにしています。